こんねこ、皆様こんにちは。黒い猫です。さあ、この時間からは砂漠です。また星墓に行こうと思ってます。黒石を集めるよ。で、今侵食が1だからね、もしドロップしたらニチャレスルプー。前回は失敗しちゃったからね今回は取るといいな。まあ、出るかどうかわからんけど、まあ頑張るぷー。とりあえず星墓に向かって走ります。まだ遠い。ハイモリか。ハイモリもな、いつか枯れたらいいけど。適正攻撃力300。うーむ、なかなか厳しいでござる。あ、星墓も、どの辺だっけ？この辺？なんかこの辺だったよね。皿の場所、あんまよく覚えてないだぷ。まあ、とりあえず皿に向かって走ります。もうは星墓ついてる。皿の場所、よく覚えてないけど、なんとなくあの辺みたいな、こんな感じで。敵がいるところは怖い。同装備にして、戦闘装備にして、はい、この辺だ。どこだっけな。あれ、もっとこっちの方か。えい。皿は、なんかこんな感じのとこだった気がする。こんな感じのとこだったような気がしますが、あれ、登れない。はい。ああ、こんなとこ登れないか。登れないか。あれ、どっちから行くんだ。アルワールドだと崖登れんだけどな。そう、崖登り機能が欲しいぷ。あ、ここか、これか、これ違うな、これか、これだな、多分これだ。よし。点灯バーフ。どうすくろ。ドロップアップ。ドロップアップ他のなんかあった気が。シャイちゃんがなんか。食べる。バッチリブー。そんで、ワンコ戦闘モードで、これが、こうだ。チャージ。で、オッケー。行くぜ。さあ、黒石よこせー。いっぱい出せー。追求の皿。頑張りましょう。
頑張りましょう。えい。あ、しまった。間違えた。あれが違う。あれが違う。これが違う。これが違う。水晶が違ってた。あと、異物も違ってた。しまった。えい。よし、これで OK。今度こそバッチリ。待てー。えい。ねしねしね。そしてペット。ペットは別にままでもいいか。立て直す。立て直す。大丈夫。死なないわ。私は死なないわ。ここでは死なないわ。頑張る。あわよくば新色が出るといいな。あわよくば、マパだ。222.5% いけんじゃね。前回は新色2個出たからね。あ、モンゴルマンさん、スマホからこんねこぷー、いらっしゃーい。スマホから来ていただいてありがとうぷー。ジオンジーさん、こんねこ、一気に冬に逆戻りのお洋服。そうだね。ちょっとセーターっぽい感じで決めてみました。こんな感じです。あれ今ってあれか、影やってんのかな。みんな頑張ってらっしゃる。絵はめんどくさいからいかんなぷ。影ってあれ、ちゃんとこちらは晴れたり雪降ったり、あ、日本海側ちょっとね、雪の予報でしたもんね。影ってちゃんと羽落とすんか？影？そう、影。みんな影やってる。あ、今日も星墓です。最近、皿やってます。黒石が欲しいだぷ。なんか、ここ割と楽ちんで良い。そしてクーポンも配ります。まだ配り終わってない。なんか全然履けないんですよね、困ったことに。多分他のクリエイターさんもね、よく配ってらっしゃるので、多分みんな他の人からもらっちゃったんだろうなと推察しております。まだ、もしまだもらってない方いらっしゃいましたら、ぜひもらってやってくださいませ。クーポンが開けないので困っております。あと、9名様分かな？あのタカコちゃんが皿を楽ちんだと言うようになるなんて、満塁。ね、そうだよね。皿、昔は本当に苦労してたけど、もう今は余裕だぷ。え、変度や。余裕のよっちゃんいかですよ。よっちゃんいかって今でもある？まだ売ってるかしら、普通に。よっちゃんいか。頑張ったね。うん、頑張った。頑張ってはない。頑張ってはない。売ってる、あ、売ってるんだ、よっちゃんいか。そうか。ロングセラー商品よね、あれも。長いよね。ずーっと昔から売ってる。あれ、普通に美味しいもんな。大人になってから食べても普通に美味しいもんな。美味しいというか、なんか、体に悪そうな感じがいいよね。絶対あれ体にいい成分入ってないけど。絶対なんか健康には悪そうだけど、悪魔的なうまさがある。まあ、駄菓子はみんなそうだけどね。絶対あれ、なんか、体には悪い。体に悪いものは美味しい。そうなんだよね。そうなんすよ。体にいいものは
ちょっとあれなんだよね味は落ちるよね。体に悪いものほどうまいものはない。そうなんですわ、そうなんですわ、残念なことに。美味しいものは糖と油でできている。さらに添加物でできている。おっと、ボーレカパさんいらっしゃい、来ていただいてありがとう。プーバナナが痛いだプー。今日は皿でまったりです。クーポンが配りきれません、どうしましょうもらってくださる方がいません。配りきれんかも今月、やば。まだもらってない方いたらぜひ密談ください。クーポンコードお渡ししますので、ぜひぜひもらってくれると嬉しいだぷー。私もまだもらってないのよな、そういえば。誰かからもらおう、このうちもらいに行こう。みんな配りきっちゃったかな。例えばまだもらってないのですよ透明なブラックスター水晶、なかなかレアなやつが出た。でもこれもらっても全然嬉しくないのよな。まあ普通に店売りで売っちゃいますけど。最近クーポンって配る方も受け取り方も情熱なくなってるよねそうだねそうだね、ああまたかみたいな、なんかそんな感じよね。なんかおーみたいな感じないもんね。そんないいもの入ってないしね。なんかさ、めっちゃすげーもん入ってるとかだったらいいけどね。なんかこういまいちよね。何がもらえたら嬉しい？なんかさ、赤い羽が出るかもしれない箱とかさ、そういうのだったら嬉しいよね。みんな目の色変えてもらいに来るよね。ガチャクーポンにすればいいかも。ガチャクーポン、なんかあのくる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 っていうやつね。え、ああいうのだったらちょっといいよね。で、大当たりが赤い羽とか、そうそうね、だとちょっと今まさにみんな欲しいからさ、赤いやつ。ブラックストーン武器がいっぱい入ってるとか。自分はクーポンもらいに行くことはしてないかも。あ、そうなのね。そうか、私はせっかくなんでもらいに行きますね、もらえるとちょっと嬉しいので。今回なんだろう、なんかのバフかなんかつくのかな。あと箱と、まあでももらえるとちょっと嬉しいぐらいな感じのものが入ってんだよね。クリエイターが他のクリエイターのランスクーポンもらいに行くってどうなんて自分の中でなってて。なるほど、私はもらいに行ってますクリエイターでもあるし視聴者でもあるということで。なかなかでもクーポン配布してる配布に最近、あ、配布している配信にちょっと当たってないな。見てる配信で配ってたらせっかくなんで私ももらっとこうってなる。今月まだもらってないですけどね。あと9名様分余ってますんで、もしよろしければ。まあ大体どっかでもらっちゃってるよねみんなね。お、団地妻さんいらっしゃい。お、星墓、そうです、星墓の皿です。
ジヨンジンさん、とりあえずいただけるものはいただいちゃいましょう。そうですね。もらえるものはもらっときましょう。もらえるものはもらう。ああ、今日は、イヤリング出るかな。イヤリングが出たら、ニチャレする。この間、失敗したからな。でも、1に戻ったので。イヤリングなんてなかった。なかったことになってます。いっぱいいっぱいよこせ。いや、違うんだ。イヤリングよりも黒石いっぱいください。武器が130個ぐらい出るからな。1時間。割と出る。黒い影で忙しいのです。そうだよね。みんな今、黒い影の時間だからね。黒い影終わったら、もらいに来てくれる人いるかしら。黒い影って赤い羽出す？あいつ。どうなんだろう。私は言ってないけど、なんか、移動がめんどくせえと思って。馬もいないし、なんならまとめ役なのです。出しますせ。え？ああ、赤い羽？なんかさ、一応、ベグとかも出すことになってるけど、全然出ないのよね。あ、もう諦めちゃった。もうベグとか行ってもどうせ出ないと思って。タカコちゃんのドロップ運でもそんなに落ちるんだ。そうだよ。そうだよ。30個ぐらいは落ちる。黒石は結構出るよ。ドロップ運関係なくね？黒石は。アクセとかだったらあれだけど。テイマーの方が良いシャイ。え？シレリザさんいらっしゃい。テイマーいいよ。リト様はいいぞ。ワンコがいるから寂しくない。ハローハロー、いらっしゃいませ。今日も星墓やっております。あわよくば。あわよくばイヤリング。でも、目的は黒い石。ブラックストーン。武器。たゆまぬを進めないといけないのでね。でも全然売ってないからさ、もう自分で集めるしかないのだよ。悲しいことに。ボーレカッパさん、自分はスタック欲しさに極力、あ、なるほどね、スタックか。なお、スタック30の在庫が2000以上。すご。どんだけいっとるんや。すごいな。恐ろしや。シレリサさん、いらっしゃいませ。うん、いらっしゃいませ。ようこそ。ウェルカム。Welcome to my stream. Thank you. I love you. あ、黒石をいっぱい集めたいのだ。あ、OK. Yeah. Yes. なんか、あれ、いたたた。もうさ、アクセをいっぱい叩く系のことをやってたときは、スタック欲しかったですけど、もう叩かないからね。さすカッパさん、私は700枚しかない。700枚もあるんかい。みんなすげえな。もう全然ないよ。100枚切ってますよ。みんなすごい。なんかスタック作ったり、アクセ何百個も叩いたりとかやってるとさ、あっという間にスタックなくなるよね。
レブラスとか叩いてるとタック30もあっという間になくなるよね。湯水のように消えていく。レブラス叩きでブラックスターもいっぱい使っちゃったからな。まさかここに来て黒石武器をこんなに使うことになるとは。お、チカさんいらっしゃい。今日も狩りしてて偉い。え、ヘンドや。ブラックスターが欲しいからな。売ってないからな。そろそろ落ち着いて来てもいい頃なのでは。ちらほら安い値段で売買されてるよね。タカコちゃんの悪石王冠はもはや持ちネタでしょ。でももう終わりました。もう終わりました。700で打ち止めです。もう終わりましたよ。もう800個とかやんないよ。貿易ないからね。収入源がないので。まあぼちぼち地味にいただきます。あ、監督タカコ監督いらっしゃい。来ていただいてありがとう。今日は星墓皿やってます。団地妻さん、次はデボ強化配信。デボとか、まあ、時代はデボですけど、デボですけど、デボレカが落ちるところに行けません。いらっしゃいませは飲食店、ようこそは一般的に歓迎だと思ってました。まあ何でも使うよね、いらっしゃいませって。まあ飲食店が多いか。皿で戦闘できて偉い。え、ヘンドや。え、ヘンドや。私はまだ日本語を勉強中。おお、日本語ややこしいよね、多分。なんかさ、省略が多いでしょう、日本語って。主語省略するし。なんかね、一つの言葉でいろんな意味があったりするし。すいませんとかさ、ありがとうの意味でも使うし、ごめんねもそうだし、エクスキューズミーもすいませんだし、なんなんって思うこと多いと思う。デニーズは飲食店だけど、ようこそって言ってた。あ、言うね、ようこそデニーズへって言うよね。団地妻さん、日本人ですが日本語うまく使えません。同じく。日本語はニュアンスで変わる。そうなんだよね。多分外国の人はすごーくなんか謎な言語だと思う。外国の人から見ると。謎。やばいとかさ、何でもかんでもやばいだもんね。いい意味でも使うし、悪い意味でも使うし。え、ちょっとこれやばくないってさ、いろんな意味に取れるじゃん。日本語は曖昧表現が特徴。そうだね、曖昧表現。どうとでも取れる。多分外国の方からすると、はぁ？ってなることが多いんだろうなーって思います。イースカーさん、イースカーさん、こんちゃー、いらっしゃい。来ていただいてありがとぶー。今日は皿やってまーす。全然大丈夫とか、そう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 。ね、昔はそれダメよって注意される言い方でしたけど、今普通にみんな使ってるもんね。フィールドボスはハンターの印象を落とすから、それで黒石、あ、なるほど、ハンターの印象、その手があったね。なるほどね。その曖昧表現でそのまま英語にすると痛い目を見、確かに。確かに。この前も皿してなかった。はい、この前も皿です。今日も皿です。いや、なんかさ、
あわよくば耳落ちるじゃん。でもし出たらにちゃれしようかなと思って、にちゃれ。そして黒石も1時間で100個以上出るから、どっちかっていうと黒石欲しさです。欲深高子、そうそうですよ。物欲マックス、物欲マックスです。黒石がメインなんですけど、あわよくばイヤリングよこせって思ってやってます。でもさ、ここあのクロマ緑水晶も出るし、カプラスも出るし、割といいなと思って。欲を出して耳掘りしてて偉い。え、変度や。この前、物欲センサーが変な働き方して、心一回折れました。そういう時もある。そういう時もある。砂漠の物欲センサーは優秀なんじゃ。本当に。欲しい時に欲しいもの絶対出してくんないからね。どうでもいい時には出るんだ。不思議なゲームです。わざとかって思うぐらいすごい優秀だよね、物欲センサー。いつまで褒め褒め期間がいい？一生でお願いします。一生でお願いします。褒めて伸びる子だからね。もう褒められたらどこまでも登っていきます。有頂天になって。でもちかさんの褒め褒め期間終わってからの塩対応が怖いんじゃ。ジオンジさん、ガモシンを改造するやつをドベンクルンで作ってるんだけど気になってずーっと見てる。え、ドベンクルンでガモシンの改造？どういうこと？ガモシン？あ、ガモシン改造できんだ。へぇ。ガモシン改造。え、ガモシンって、あれ？水晶。水晶の枠が1個増えるとか、そういうやつよ。ヘセドの結晶。なんだそれ。ガモシンは逆流下にしないとダメだから。そうだっけ？そうだったっけ？ヘセド。あまり聞きなじみのない言葉だ。エセド。エドが出る。ガモシンな。結局、いまだにガモからはもらってないんだぷ。あの、クエストでさ、あの、なんだっけ、ヌーベルの鱗400個とか集めて、ようやくもらったはもらったけど。ガモ初ください、リコさん。いらっしゃい。欲しいだっぷ。私、未だにもらってないです、ガーモスから。ヘセドは無限ボット集めてた時に結構集めあるけど、売ってしまっていることもある。え、何ヘセド。そんなアイテムあったっけ？私もクエでもらえそうだから準備してます。なるほど。そうなのよね。結局、クエストでもらっちゃったので、ガーモスからは出てないんだぷ。え、リコさん3個 ?3 個ガモシン？ずるいだぷ。そういう人がいるから我々のところに回ってこないんじゃ。いいなぁ。ガモ。あとはラウラウ。ガモとラウラウがまだ出てないです。ラウラウ、ラウラウ、ラウラウ、ラウラウ。先週あなたの国を訪問しましたが、素晴らしい経験でした。浅草に泊まって富士山に、おー、
いいね。ザ・ジャパンですね。欧州束溜め込みしてます。はい、私も今溜め込んでます。ランチズマさん、出る人は出るし、出ない人は全然出ない。偏りすぎよな。ラウラウの心臓6個出ました。ずるいだぷー。私未だに1個ももらってないです。ずるいだぷー。ちかさん、たかこちゃんがガモシンクエ終わらせてて偉い。え、ヘンドや頑張ったよ。特にヌーベル、なんかヌーベルの なんか400個集めるやつあったじゃん。あれもさ、400個集まるまであと1桁っていう時になんか緩和来てさ、ヌーベルからいっぱい出るようになりやがってさ、マジかよってなったよね。だいたいあの出の緩和は私が終わらせてから来る。ひどいだ。リコさん、3個出て1個クエストで取ったけど2個売っちゃった。今になっておるんでシャイ使い始めたから必要になってきた。なんてこった、なんてこった。嬉しい反面イラッとすることも多い緩和。そうなのよ。もっと早く来てくれてたらって思うこともある。ひどいだ。良いんですわ。だいたい私が終わってから来るんだ。もしかしたらアディシュラの配信見て、お、終わったな、よし緩和しよう。本当にそれやってたらもうあれよね。もうやめてやる。本当にさ、勘弁してくれだぷ。最前線より少し遅れた人たちが一番損してるところある。そう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 、まさにそう。そうなのよね。かといってさ、ガチ勢みたいに最前線突っ走るのは無理なので。ひどいよね。一番損してる。損してる体です。で、貿易もできなくなっちゃうしさ。ひどいんだぷー。何か私に恨みでもあるのかい？デボ掘り準備して真相とヒスにこもってるうちにデボ緩和きました。白目。え、真相とヒス？え、真相とヒスでデボって出んの？え、どういうこと？方言がちょっと違うんですが、九州出身ですか？ いえ、九州は買ってもいないですね。かけら使ったじゃん、もともと。あー、はい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 、そうでした。あれか。あれ、かけらもう使わなくなったの？今、もう現物が出るようになったのよね。確か。あれ、貯めてる時に現物しか出なくなりました。ひどいね、ひどいね。そうだ、そうだよね、確かそう。かけら、使ってた、使ってた。確かに。ああ、わかりました。そもそも、かけら自体削除されました。あれ、かけら自体が削除されたんだ。そうか。じゃあ、倉庫にももう入ってないってことか。なんなら真相の方30個くらい集めて、ヒスで準備してた時に来ました。マジか。それもちょっと悲劇だぷ。悲劇だ。え、あのかけらってさ、あれよね。あの、ツングラドのなんとかを合成で作るやつよね。赤いのと黒いの合わせて。それがもう出なくなって、ツングラドのなんとかが現物で出るってことか。まあ来るの分かってたのでもう来ちゃったかーって感じでしたけどね。早めに売りさばいてしまえばよかった。まあでもあれか、もうそうなると買う人もいなくなるか。イヤリング素材の赤とリング素材の黒でデーボ。なるほどな。そうだそうだ、そういうのあったね。そういえば来るって告知来た期間に全部売りました。売れました。売ったのか。そうか。売れたならよかった。
売れたのが良かった。そう、なんかね、何らかの発表があると急にあるアイテムが枯渇したり飽和したりするよね。みんな早いだぷ。砂漠の経済面白いね。ほんとよね。急にあるアイテムがぐわーっと値上がりしたり、今までなかなか取引所に出なかったのがいきなり溢れ出したり、ほんとに面白い。唐靴30分前、あざまーす。パランダ靴む。両方ノーマルだと良いのだけれど。重たい、重たいのでしまいます。あ、おっとっと。唐靴行くか。4時か。え、もうそんな時間？休みの日ってほんと早いね。え、もう4時か。早いな。アルワールドとかやってる場合じゃなかったな。いやでも今日はちょっとパルがやりたい気分だったんだ。今日まだ何もしてない。今からです。リコさんの今日は今から始まる。アフロカンパニー、店舗作成で家具作ってるんだけど、シルバーがどんどんなくなります。何アフロカンパニーって。何を今度はおっぱじめようとしてるんですか。リコさん仕事から帰宅した。あ、お帰りなさい。今日お仕事だったんですね。お疲れ様でした。よくわからない過去のイベントの印象がポロポロ倉庫に入ってる。ああ、あるあるですね。あるあるです。ボレカパさん、キドの激怒の霊薬が売れません。激怒の霊薬ってなんだ。激怒の霊薬、激怒ってことは攻撃力が上がる系かしら。人気ありそうだけどね、こういうグリックアップなら。お、梅さん拍手、いらっしゃい。来ていただいてありがとぶー。アフさんがハウジングのインフルエンサーに、マジで？アフさんとハウジングってあんまりつながんないんだけどな。あの人そんなにやってたっけ？しかもインフルエンサーって。ハウジングか。在庫1万あるんでさっさとさばきたいんですけど、売れねえ。1万。桁がすごい。ハウジングなぁ。私一応、当園とかも借りてるけど、もういらない家具の墓場になってますね。そういう人多いんじゃないでしょうか。当園広いからさ、とりあえずあの、いらない家具をほっぽり込んで、大きな倉庫にしておくのにちょうどいいのよな。激怒は人間族プラス25だからしてダメゲン回避が落ちる特効霊薬、はは。うちのマイルームは倉庫になっています。まあ倉庫よな。みんながいつもの悪ノリで次から次へとハウジング始めて配信が面白いことになって。そうなの？ちょっと私今その波に乗れてないわ。やば。もうさ、先週、なんかすごいあれなのよな。平日が全くもって、配信も見れてなければ、砂漠もやれてない。ログイン報酬だけもらってるみたいな。来週もそんな感じですね。ちょっと、今月後半に向けてめっちゃ、プライベートな時間がない。今月はダメだ。ダメなんだ、プー。ちょっとその波に乗り切れておりません。激怒使うならジャイアント修道院、会場とかで、狩りでは使える方法？人間族ってことは、ああいう人間系の
壁のところで使うってことか。星墓はこれはアジン？こいつらってアジンですかね。何なんだろう。アジンと人間の違いって何？アジン、あ、アジンだそうです。一応 VP でも使えなくもない。PVP 用って感じなのか。まあ、PVP はなぁ、私は向いてないので。タケノコ族には聞きません。原宿の随分古いお話をされている。私、生まれてないと思います。タケノコ族の時代は。懐かしいのか？多分、相当古いよね、それ。え、マジ？うん、タケノコ族はあんまり私、馴染みがないですね。多分、生まれてない。多分。言葉は知ってますけど、現役世代ではないと思います。原宿で踊ってる人たちでしょ？という知識だけはあるんだけど。沖田博之。ああ、沖田博之ね。そうだ、あの人タケノコ出身だったね、そういえば。あ、かくりゅうさん、こんちゃー、いらっしゃい。来ていただいてありがとぶー。今日も星墓やっとります。イヤリングは出てません。1時間目は出ないかな。どうじゃろう。うん。でもさ、先週だったか。1時間目0個で、2時間目4個出たからね。出るときは出るんじゃ。いや、でも違うんだよ。新色じゃないんだ。私が狙ってるのは、黒石。黒石集めなので。新色じゃないんですけど、まあ、出たら嬉しいな。あわよくば。タカコちゃんもアフロカンパニーに入社しませんか？え、何をする会社ですか？ハウジングは、私あんまりあれだよ。あんまり得意じゃないよ。ジョンジさん、先週で今世紀の運を使い果たした。そうかもしれない。あ、なんか称号もらった。死した神のなんとか。サンドさん、コネココネコいらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。皿です。ハウジングして、憲法を出します。どういうこと？ 1 時間目、目的のものとは別の宝物素材が落ちて、心折れて、春に逃げました。わかる。心折れたとき、とりあえずの逃げ場として、パルいいよね。まったりやって。それでちょっとこう、ね、心を修復してからまた戻ってくるみたいな。ハウジングでお店を作る方法？皿、昼に行ってた方法。行けたでしょ？サンドさん、全然。しかもそれが2回ですよ。え？え？ 2 回？パルに逃げたのが？パルはでもいいよね。なんか自分のペースでまったりやってます。下手したら死ぬじゃない。え、死ぬよ。下手したらどこだって死ぬよ。それを言ったら頑張らないと死ぬんだぶ。私も昔はよく死んでました。今はでもだいぶ死ななくなったけど。でもあわよくばイヤリングが出るんだ。そしてカプラスも出るし、クロマ力推奨も出るし、なんといってもブラックストーン武器が出る。
安藤さんの捨てならよほどのことがない限り死なない。そうだよ。死なない死なない。あなたは死なないわ。マルニー氏求めてシェレカンで借り始めて1時間目で1000ターン。おお、おめでとう。気分転換でルード借り始めて1時間目で地図の破片。おめでとう。ガラスのハートが粉砕されました。いいじゃないか。いいじゃないか。センタンとかいいじゃないか。レアなやつ、まあ、求めてるものが違うんだけどな。マルニー氏集めってことは称号だね。称号マニアはすごいよな。本当に尊敬します。簡単に死にます。いやいや何言ってんの。ボーレカッパさん、 HP ポットも地図ももう持ってるんでしょ、うん、あなたは持ってるでしょうね。そりゃ持ってるでしょうね。タカコの罠に引っかからなければ大丈夫じゃないの。え、何の話だ。称号は二の次です。行動力がも行動力が次第行動力が目的。行動力か。今行動力ってマックスでどれぐらいなんだろうね。私まだ637とかだ。でも称号そうか。そうだよね。行動力増やさないとね。カウンスト700か。だいぶ先だな。今自分は698。すご、あと2つじゃん。すご、そうか、700上限か。あ、イレーチュマン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 、まいらっしゃい。さっきぶり。今度は砂漠の、サラです。600超え、ガチ勢って怖い。600超えはガチ勢なのか。春には枯れますが、命が枯れる。うまいこと言ってる。サンドさんがうまいこと。で、そのうちの1に丸2石があってですね。なるほど。なるほど。丸2石か。なるほどね。あれ、なかなか、石自体、なかなかドロップしませんからね。あれはちょっと、丸に石狙いで狩るのはちょっと、確かに大変、心が折れる。なんか、HP ポットやってる時に、なんかついでにやるみたいな、そんな感じだもんね、あれ、基本的には。座布団1枚。サンドさん、えへんどや。そうそう、えへんどやの正しい使い方。ありがとうございます。あと5箇所なんです。マジか。そうか。でも HP ポット終わっちゃうとさ、ちょっとね、マルニー氏のためだけに、チェレカンとかやろうとはなかなかならないよな。ならないけど。まあ、うちのギルドにもやってる人はいるけど、マルニー氏のためだけに。ようやるわーと思って眺めてます。すごいな。マルニー氏、そうか。行動力ね。確かに。いや、でも本当にね。称号マニアって怖いよね。ガチ勢、怖い。ようやりますわ、マジで。ゴイゴイ数ですわ。でもなんか称号欲しくなったらやってしまうんだろうな。やりたくないけど。ジオンジさん、私は未だに天井素材のためにレッドウルフとシェレカンはたまに行ってます。マジか。え、じゃあもうジオンジさん、マルニー氏は終わってるよね、きっと。ジオンジさんはもうやってそうな気がする。私もなんか、
テレカン、ガクツムはもうなんかやった気がするぞ、マルニーシ。なお、もう片方の位置は称号1500個になります。自分は現在1313。おお、そっちの方がなんか大変そうだな。あと200近くあるってことでしょ、称号が。はい、称号もさ、イベント的なやつでもう取れないやつとかもあるからね。なんかそういう称号もなんかで取れるイベントしたらいいのにね。絡んだくつむ15分前、ありがとうございます。あざます、あざます、お幸せ感謝です。ついついね、時間を忘れて勝っちゃったりしてるから、気がついたらうわー出てるみたいになっちゃうんだよな。辛靴、絡んだからですね。でも強いやつだったらこの限りではない、絡んだからです。はい、絡んだからだ。え、うまいことダジャレになんなかった。丸焼きにしてやりましょう。はーい、絡んだの丸焼き、うまいんかな。ニンニクをすり込んで、ニンニク醤油でいかがでしょうか。ニンニク、生姜、そしてみりんと醤油で下味つけて、カラリと焼き上げるとかでいかがでしょう。まあでも鳥だからな、なんだかんだ言って絡んだは鳥なので、と食べたらうまいと思う、多分。この星墓のこいつらとかはちょっとまずそうですけど、なんか脂身多そうだし、ちょっと肉もあんまり美味しくなさそうに見えます。絡んだは美味しそうですね。くつむは絶対まずいよね、っていうか虫だしな。食べて美味しそうなボスはやっぱ絡んだが一番か。ヌーベルはドラゴンでしょ、ガーモスも。ヌーベルとかガーモスは多分美味しくはないと思うんだな。オピンに至っては木だしね、ケンスラじゃないんだからモブは食べちゃダメじゃろいや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 、なんか食べたら美味しそうかなーって。カランダは絶対美味しいでしょ、鶏だし一番美味しそうではある。こいつらはまずそうだ、ブヨブヨしてそうだもん。あとベルとかカーンか、海のやつら、あいつら海鮮だから絶対うまいよな。ベルはタコだしな、イカに近いかな。タコとイカとどっちが近い、どっちに近い味がするんだろう。なんかタコっぽい味がしそうな気がするな、どっちだろうね。もう足がタコっぽいけど、イカなのかな。いやー、どうだろう。でもベルは美味しそうだな。ベルとカランダどっちが美味しいだろう。もう食うこと前提。
親戚のカーンもいけそう。あ、カーンね。カーンか。カーンも美味しいよね、多分。絶対、海鮮系はうまいに決まってる。ヤクルトの方が美味しい。何言ってんのかな？ヤクルト？ヤクルトって誰？最近ヤクルト1000普通に売ってるよね。一時期さ、在庫がなくって全然買えなかったけど、最近普通にコンビニでもスーパーでもヤクルト1000買えるようになった。知らんがな、どういうこと？普通にヤクルト1000が買えるようになって嬉しいです。なんであんなに買えなかったんだろうね、一時期。チェルシーください。あ、チェルシーもう販売終了しちゃうんだっけ。あなたにもうチェルシーあげたい。ヤクルト？ヤクルト？スワローズ？あなたにもチェルシーあげたい。そうそうそう、あれもう終わっちゃうらしいね。販売終了するらしいですよ、残念ながら。もうあなたにもチェルシーあげられなくなっちゃいます。残念である。緑色のやつが好きだったな、ヨーグルト味。多分あのヨーグルト味が一番人気なんじゃないか。あと黄色いのと赤いの、ピンク色のもあったけど、黄色がバタースコッチとかそんな感じよね。ヨーグルトスカッチ、そうそうそう、ヨーグルトスカッチ。黄色はバタースカッチか。悔しいけど認めるしかあるまい。バタースカッチ、そうそうそう。黄色がバタースカッチ。赤なんだっけ？コーヒーもあった。赤がコーヒー味かな。コーヒー味あったよね。赤、赤？乳酸菌ドリンク？そう、ヤクルトは乳酸菌飲料です。みんな、日本人なら子供の頃から飲んでいる。美味しいやつ。はい、イエス。で、チェルシーはキャンディーですね。なんか、濃厚なキャンディーです。XD もあります。XD？ なんじゃろう。味噌っぱになった。味噌っぱ？味噌っぱってなんだ？ヤクルトレディから販売されてる。あー、いる？ヤクルトレディって。でもなんかね、この間会社の近くで見かけたよ。ヤクルトレディ。クーラーボックスみたいなので販売してた。今のうちにアマゾンで箱買いしなきゃ。多分ね、同じこと考えてる人がいっぱいいる。でもチェルシーは美味しいよね。あの濃厚なキャンディー。なんか割とすっきりさっぱり系の味が多いからさ、ああいう濃厚なやつってなかなかない。ヨーグルトのやつが好きでした。うちの会社は毎日ヤクルトレディ来ます。あ、会社に来るんだ。いいね。なんかね、会社の近くで、なんか、見かけることはあるけど、会社では見ないな。いや、タカコさんが買うんだよ。あ、チェルシーを？いやいやいや。もうなくなるって分かったらもう諦めます。美味しかったなーって。ああ、チェルシーも残念だけどさ、関東でカールが買えないことの方が残念だ。カール、食べタイプ。レシピ聞いて自作するしかないな。自作できんのか？あれ。頑張ればできなくはないかもしれんが、同じものにはならない気がする。でも、チェルシー美味しかったな。箱を送りつけるか。なんの？カールは関西だけ。そう。今、関西でしか買えないのよね、カール。ひどいだぷ。カールなぁ。チーズ味。
薄塩、チーズ、カレーって感じ。ハッピーターンの粉は自作できるみたい。そうなんだ。へえ、あれ作れんだ。パールね、なんかないと思うと食べたくなるよね。あーたらら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 だったたったたったた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 たうらましだぷ。決めると幸せになる子な。危ない。絡んだくつむ、6分前。ありがとうございます。亡霊カッパさん、それやばい粉じゃない？やばくない、やばくない。ハッピーになれる粉。ハッピーターンの粉だから。ハッピーになれるんですよ。あはははははは。あはははははは。みたいな。合法の粉です。そうだよね。スーパーで売ってるからね。ハッピーになれるんですよ。みんなハッピー。あはは、あはははは、あはははは、あはは、うふふ、あはは、うふふ。という粉です。耳は出ませんな。こりゃ。笑えてね。いやでもハッピーターンの粉はさ、やばいよね、あれ。亀田製菓は地元企業なので、代わりにご愛顧に感謝します。マジか。亀田製菓、偉いよね。天才だぷ。ハッピーターンの粉を開発して、開発していただきありがとうございます。梅田製菓のおかげで日本が幸せになっている。ありがたや、ありがたや。あのハッピーターンの粉に救われた人がどれだけいることか。感謝感謝ぷー。でも亀田製菓ってハッピーターン以外なんかある？高橋秀樹が CM してんのは越後製菓でしょ？越後製菓っていうなんかクイズの早押しみたいな CM やってるけど、柿の種、ああ柿の種、なるほど、確かに。あれ亀田製菓か。ハッピーターンのおかげであの会社持ち直した。なるほどね。いやー、ハッピーターンは本当に天才的な発明だぷ。でも、柿の種ってもうね、定番のおやつであり、おつまみであり、お子様からお年寄りまでに愛されるお菓子よな。いちごの成果？何それ？いちごの成果？いちご成果？いちご？いちご。越後製菓だよね。ちよんじさん、柿の種は登録商標じゃないから、いろいろなところから発売されても。ああ、そうなんだ。なんでもないです。いちご製菓？いちごの製菓。あ、ダジャレだったのか。越後製菓。いちごの製菓。ダジャレだった。さあ、そろそろ辛口のお時間ですかね。どっちだろう。強いノーマルだといいんだけど。地元でお菓子作ってる会社なんだろう。なんだ、意外とさ、でも地元の企業って知らなかったりするよね。あの会社うちの近くだったんだみたいな。うちの近くはサントリーとかありますけど。さては、やばい粉決めてますね。やばい、やばい粉決めてるっぽいよ。
触らないで。三甲製菓、岩塚製菓、なんだ？知らないな。三甲？三甲って読むのかな？岩塚。何が有名なんだろう。そろそろ辛口のお時間ですわよ。そろそろ、あ、靴無ノーマル。絡んだわ。あ、絡んだわ。強いやつ。靴無から。靴無から。パリンコ？雪の宿。あ、雪の宿ってあの白っぽい砂糖のなんかあれがついてるやつだ。パリンコは知らないな。ポタポタ焼きは？丸焼きにされまいと本気出してきた。絡んだめ。食ったら絶対美味しいやつ。クツムはまずそう。猫、トチコさんいらっしゃい。鳥と、っていうかこれ絶対食えないじゃろ。クツム、これ石じゃん、よく見たら。っていうか食べるとこないね。クツム、あ、これ絶対食べらんないやつだ。クツムはちょっと食用には向きませんでした。残念です。これ食べらんないじゃんね。石じゃん。そうか。なんかムカデみたいなイメージだったけど。石でした。うん。食用にはなりません。嵐絡んだやりなさいよ。この後行くけど。先にクツムだよ。クツム、クツム製菓、何言ってんの。何をおっしゃってるのかな。あ、いたたたた、いたたたた。そうか、クツムって石でできてたんだ。今さらだけど。うん、食べるとこないね。これ、煮出したら、いい出汁とか取れるかしら。クツムの、スープの出汁とか、には使えるかもしれんけど、ちょっと普通に食べても美味しくなさそうだわ。いい出汁が出るんだったら使い道はあるけど。さ、そうだ、そうだね。さ、あ、補助武器箱出た。あざますあざます。絡んだは、この子か。骨じゃなくて石だよ。石。出汁出ないかな。おめえありー。クツムは食べられないってことで。岩塩？ああ、なるほど。塩味ついてるかもね。わあ、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 なんか鳥がいっぱい。うん、絶対。絡んだわ。多分食べたら美味しい。あ、あ、死にかけ。死にかけておる。痛い。あれ？これ。あれ？ちょっと。エリクサー、あれ？じゃなくて、ポーション。あれ？ポーションの設定がおかしい。おかしい。ああ、ああ。ああ、ポーションの設定がおかしかった。あれ？ポーションの設定？常時使用、常時使用。よし、これ OK。あれ？あ、登れない、登れない。あれ？登れない、登れない。えい。ああ、ああ、ああ。終わっちまった終わっちまった。あれ違う。あ、まだ終わってない。死んだ。死んだ。死んでしまった。あれ妖精の涙。どこにいる？どこにいる？あー、痛いよ、痛いよ。えい、あー、あー、絡んだ。逃げろ、逃げろ。逃げろ、逃げろ。
からんだ、どこ行った？えい、えいえい、えいえい、いやー痛い痛い痛いプー痛いプー、あれ、これはどうなっとるんじゃ、あ、そもウィザードは自己回復できるのでは？あ、なんか回復あった気がする、そういえば。あ、放浪者さん、こんねこいらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。なんかさ、ウィッチの戦い方を忘れている黒い猫です。どうやって戦うんだっけかみたいな。わーわー、飛んだ飛んだ飛んだ、わーい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 。死んだ。死んでもうた。悲しい。悲しいだぷ。あれ？どこだ？ランダどこだ？みんなどこにいる？死んだ。うん。落下死しました。残念である。カラーだと死なないのか。え、そうなの？あ、なんかもらえたよ。なんかちょびっとしか。報酬が、報酬が、しょぼ。はい。あざました。あざました。さあ、戻りましょう。カーダメージないから、おそらくなんか重力のなんかがどうたらこうたらで多分落下死しないのよね、スカラって。確か多分おそらくきっとよくわからんけど、よいしょ、ワンコだって。とりあえず1時間目終了だぷ。黒石142個出てる。すごいね。142個だよ。でも、イヤリングなし。カプラス26個。なかなかいいんじゃないか。で、クロマルク水晶は19個。でした。ということで、2時間目行きましょう。2時間目。一旦します。おっと、クルゴーンさんいいのかな、クルゴーンさんいらっしゃいませ、来ていただいてありがとうぷー。黒い猫と言います、よろしくお願いします。星墓を2時間目に突入するところです。よし、やりましょう。オン。で、あ、テントバフも入れ、あー、ロープ、あー、で、112.5% パーチ、よし。あれ？どこだ？あれどこだ？あっちか。ん？どれだ？あれ？あれ？どれだ？あれどれだっけ？あれ？アタックのどれだ？あれ？わかんなくなっちゃった。記憶美味しいです。記憶は出なかった？か？しかし相変わらず色がくどい。得意、くどい。いいじゃないか。私は可愛いと思ってやってます。これか。えい。ちょっと暗くなるから、ホタル。あれ、ホタルがない。あれ、ホタル。テントで。あれ、違うか。当店、ホタル。
よし。ちょっと用事済ませてきます。はい、いってらっしゃいませ。オーラを記憶に交換できるじゃないですか。あ、そういえばそうだった。そうだった。なんかいつの頃からか交換できんのよね、記憶に。そういえば。いつの間にかそんなことになっていたんだった。忘れてたよ。ハッピーターンがすごすごいって検索したら 96g に400円マジっすか。え、ハッピーターンってそんなにしたっけ。もっとリーズナブルじゃなかった。400円もしたっけ。なんかそれはなんかちょっと騙されてる気がする。400円で買う人はいないぞ、多分。まあ、大きさ 96g ってどんぐらいだろう。いやでもそんな大きくはないよね。あれ重たい、重たいだブルタイプメイド。いや、オーラに記憶交換にオデレーター。そうそう、なんかさ、あのオーラの説明書に書いてあった。なんか一回、なんだ、装備に交換した人は、以降、記憶と交換できるようになりません、みたいな。説明に書いてあったんだよ。なんですとってなったよね。で、びっくりしてたらさ、なんか配信ですげえ、マジかーってなってたんだけど、いや、結構前からそれあるよって言われて、はあってなった。させんしたーって。そうなんですよ。よくなるんですよね。なので、ボスのオーラも消して、無駄ではない。このうち武器もアタックでしょうから、まあ記憶はちょっとね、いっぱいあるに越したことはないからな。まあ、2時間目はイヤリングが4つ出るはずなんだけどな。私の計算によると。1時間目0個の場合は2時間目で4つ出ます。それが黒い猫クオリティなんだが、どうでしょう。少なくとも前回はそうじゃった。4つ出たら、2になりそうな気がする。4つとは言わん。1個でいい。あ、いや、黒石が出ればいい。でも1時間で140個出たらなかなかよな。まあまあ。なんかさ、ブラックストーンの武器と防具、いつ統一されんだろう。なんか防具をなんかで交換して武器になったりしないかな。なんか武器が足りないけど防具余ってんのなぁ。あーでも、結局ブラックストーン粉末がいっぱいいるから、防具の方は砕いちゃう。だからいいのか。今なぁ。武器の方はもったいなくて砕けないから、防具の方をガンガン砕きましょう。パソコンがウィーンって言っている。なんだなんだ、パソコンがうなっておるぞ。あれ、パルワールド落としたよ。なんだなんだ、ちょっと品質落とすか、画質落とすか。
ミドル。ドヒン。よし、これでちょっとおとなしくなったぷ。わあ、いっぱいいっぱいいる。あら、もうちょっとさ湧いてもいいのよ。もうちょっと湧いてもいいんだけど、なんかさ、これもレベル1、レベル2、レベル3みたいな選べるといいよね。湧きがゆっくりなレベル1、通常通りのレベル2、レベル3だともっといっぱい、常にわーっていっぱい出てくるみたいな。難易度選べるとかあるといいな。そしたらいろんな人が楽しめるのにね。難易度選択システム、すべての狩り場で導入したらいいんだぷ。いっぱい狩れる人はいっぱい湧く。いっぱい狩れない人はちょっとずつ湧くみたいな。したらさ、ちょっと楽しそうだ。で、難易度高いモードだとちょっとなんかドロップもちょっといいよみたいな。まさきさん、下いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷ。今日は星墓の皿やってます。いつの間に。そう、今日はね、昼から春やったり砂漠やったり、休日を満喫しております。ゲーム三昧です。なんかパルやってたらなんか小腹減ったなと思って、で終えておやつ食べてまったりしてから砂漠開始してます。今日はね、あれ、サヤエンドウ、サヤエンドウスナックを食べたよ。あれ何気に好きなんですよね。サヤエンドウの形したサクサクスナックです。豆の味が美味しい。チーズビッツ、チーズビッツだっけ、チーズビッツもあってどっちにしようか悩んだけど、今日はサヤエンドウにしました。ああ、あれは子供の頃よく食べてたし、うちの会社常時定番。マジか。あれ美味しいよね、でもね。オーザックとポテロングが前、ああ、ポテロングいいね。わあ、なんかドーンって言った。なんだなんだ、近くでなんかあったんか。ポテロングいいですね。あの独特な風味が良い。そう、あの、サヤエンドウスナックでしょ？私あれ割と好きなのよな。でも常に売ってるかっていうと、あんまり売ってない日もある気がする。オーザック久しぶりに聞いた。オーザックってさ、あれポテチよね。ザクザクの。違ったっけ？オーザックか。あんまり見ない気がする。いや、見てないだけか。こっちじゃ全く見なくなった。そうか、ポテチ。なんか、ポテチをね、ザクザクなイメージですけど。オーザックみたいな CM 流れてた気がする。ポテロングは私も好きです。オーザックあんまり食べた記憶がない。ポテチはやっぱりあの、プリングルスの緑色のやつが好きです。チェルシーも緑色で
プリングルスも緑色がいい。緑色付きですね。サワークリームオニオンだっけ？あれが、サワークリーム、そう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 。サワークリームオニオン、オニオンクリーム。なんかそんな感じの名前の緑色の、あれが好き。あれは間違いない。でしょでしょ？あれうまいよね。プリングルスの緑。もうプリングルスは緑に限る。でも、悪魔的な美味しさだと思ってるのがピザポテト。ポテチは、ピザポテトはやばい。でも、絶対あれ、カロリー異常なまでに高いと思う。シレリザさん、How about ketchup flavor? ケチャップの風味？え？ポテチでケチャップ風味？そんなのある？期間限定で発売されていたプリングルスのサワークリーム味のカップ焼きそばってのなら食べた。え？どういうこと？プリングルスの、あの緑のプリングルスの味のカップ焼きそばってこと？え？どんな状態？カップ焼きそばでサワークリームオニオンってことでしょ？どんな状態だ？そう、プリングルスケチャップ。それ知らない。ポテチでケチャップ、まあ合わなくはなさそうだな。確かにピザポテトのシリーズで辛いピザポテトが夏になると出るから、それが一番好き。へえ、辛いピザポテトは知らんかった。大人向けな感じかね。でもあれ、辛さプラスされてもきっと美味しいね。ピザポテトはあれ絶対うまいでしょ。あれがあったカルディだっけ、コーヒーショップのカルディ。うん、カルディ最近行ってないな。何が、なんか最近おすすめあります、カルディ。あのパンダのパッケージの杏仁豆腐はよく買ってたな。杏仁豆腐、マンゴープリン、なんかパンダのやつ。フライドチキン味。あー、ポテチでフライドチキン味は合いそう。それは相性は良さそうね。それ美味しいと思う。ポテチでフライドチキンは絶対うまいわ。あそこに、としお工房のガーリックシュリンプ味のポテチが辛いピザポテトない季節だったら、あれにかなうポテトはない。ガーリックシュリンプ味。あー、エビか。ニンニクエビは絶対うまいよね。確かに。それの、ちょっと辛い感じか。あはぁ。あれはマジうまい。へぇー。カルディでポテチ買ったことないかも。味わいコンソメ味。あ、コンソメね。間違いないよね。そう、私も定番ではコンソメが好きです。あ、ミキちゃんいらっしゃい。タカコさん、こんねこなのだ。来ていただいてありがとうぷー。ミキちゃんはポテチは何味が好きですか？みんな自分の好きなポテチの味を発表し合ってたところです。あ、わかった。トマト味はちょっと想像はできないけど、ありなのかもしれん。私はもう絶対プリングルスの緑色のやつが好き。フラダンスの女性が書いてあるピンク色のパッケージ、なんだそれ。なんだそれ。ピンク色のパッケージ。塩、断然薄塩味。サンドさん渋い。基本を攻めてくるね。みきちゃん、塩チョコ？チョコってなんだ？あ、チョコレートコーティングしてあるポテチ？あるよね、確かに。コンソメか薄塩。なるほど。あなたは今、黒の新色イヤリングを何個持ってますか？1が1個あるだけですね、今手元に。1個だけです。
私はカルビーののり塩一択。あー、のり塩か。うちの旦那がね、のり塩派なんですよね。湖池屋ののり塩かな、どっちかっていうと。私ものり塩嫌いじゃないけど、コンソメ系の方がより好きです。でも一番はプリングルスの緑色。チョココーティングされてるポテチは冬限定のカルビーの贅沢ポテトって商品だったと思う。なんかさ、私初めてコーティングされ、チョコレートコーティングのポテチ見たのって北海道だった気がする。あのロイズのあれが初めてだった気がします。で、って衝撃とともに、で食べてみたら、めっちゃうまいやんみたいな。多分ロイズのチョコレートのあのポテチのコーティングされてるのが私人生初チョコレートポテチ。ロイズが初めてよね。やっぱそうよね。あれ美味しいよね。で、ロイズでしか食べれないと思ってたら、その後続々と他のメーカーからも出てきた。そんなイメージですね。ロイズはなかなか見かけない。確かにこっちじゃあんまりね、ないよね。なかなかお土産屋さんとか北海道系のなんかがないとなかなか手に入りません。でも美味しいよね、ロイズのポテチ、チョコレートをコーティングしてあるやつ。あれ初めて見た時は何の冗談だと思ってなんかネタ商品かなって思ったんだけど、普通にうまかった。何の冗談で開発したんだろうって思ったけど、あれはありです。北海道は食材が豊富で何でもうまいからな。ゴディバで発売してほしい。あ、ポテチのどうだろう。ゴディバでも最近ゴディバもいろいろ冒険してないか。まあでもな、高級チョコレート路線だからな。どうだろう。そうそう、アイスとかさ、なんかチョコレートドリンクとかね、売ってるもんね。一度試してみたいなーと思いつつ、なかなか機会がない。チョココーティングは最近増えたよね。柿の種と、あー、あるあるある、チョココーティング。そうそう、柿の種のチョコレートのやつは普通にもうスーパーとかで売ってるもんね。初めて見たときは、はぁって思ったけど、あれ、何気に止まらなくなるよね止まらなくなるんだよ、不思議と。うちの旦那もあれ好きですね。よく食べてます。男性でもね、甘いもの苦手な人でもあれは普通に美味しいと思います。そんな甘いあれではないし。この頃スーパーやコンビニで売られるような菓子パンと洋菓子に手広くコラボするようになった。あ、ゴディバー、いろいろあるよね。なんかね、チョココーティングは麦チョコ、あ、もう基本定番ですね。もう昔からの、あれはもう間違いない、間違いねえわ。麦チョコはもうなんかガーッと取って口いっぱい頬張って食べたいよね。麦チョコは。柿種のチョコもうまい。うんうん、柿の種のチョコはね、ずっと食べてられる。麦チョコね、あれはもう間違いねえわ。口いっぱいに頬張って食べましょう。麦チョコの美味しい食べ方です子供の頃めちゃくちゃ食べて、私もすごい好きでした。麦チョコいいね。ね、いいよね。リスカのチョコチョコボを愛して、何、リスカのチョコボを愛して、何それ、チョコリスカ、リスカが分かんないな。そういう名前のお菓子があった。チョコ
チョコの棒アイスってことか。まあでもアイスにしても美味しいけどな、チョコレートは。やっぱりポテチはプリングルスに限ります。ディスカっていう会社のチョコ棒っていうお菓子があるんですよ。へー、どういう系ですか。サクサクチョコレートスナック的な。ディスカっていう会社のお菓子、初耳かも。ディスカのお菓子好き、ペケさん。あ、有名なんだ。申し訳ねえ、私は存じ上げませんでした。後でググってみます。アマゾンで買えるかな。これとこれとなんだっけ、リンデルだっけ、あのチョコ美味しいよね。よく最近いただき物とかでよく食べるんですけど、リンデル、リンデルだっけ、リンデール、リンデル。チョコ棒って聞くとホームラン棒が思い浮かびます。あ、そうだね、ホームラン、ん、ホームラン棒、バットチョコレート。ディスカはシンプルで安価なお菓子をたくさん作って、あ、そうなんだ。 お買い得系、コンポタのスナックとか、リンツ、リンドール、そう、リンツ、リンドール、なんか丸い丸いチョコレート、キャンディーみたいな包装してあって、あのチョコレートめっちゃうまいなと思って、最近よくいただく機会が多い。でもアマゾンとかでも売ってるけど結構高いのよね。コストコでも買えたかな。リンツのチョコはめっちゃうまい、おすすめです。普通に店舗もあるリンツ。あ、そうなんだ、リンツのお店ってあるんだ。そうか、最近ねよくいただき物で食べることが多いんですけど、あんまりスーパーとかで売ってないよね、コンビニとかでは。ちょっと高級路線なのかなーって、なんて言えばいいかな、うまい棒のチョココーティング版的な。あ、それうまいやつだ、絶対うまいやつだ、それ絶対うまいやつ、それ絶対うまいやつだね。チャビーさん、こんにこー、こんにこスタンプありがとう、ぷー。今ね、お菓子の話題で盛り上がってました。好きなポテチの味は何ですか。そして今チョコレートの話に移ってますけど、実際美味しいです。なるほど、ちょっと要チェックだな。ディスカのお菓子ね、覚えときます。セブンイレブンのチョコ棒はコスパ最強。え、セブンイレブンでのチョコ棒、うまい棒のチョコレートコーティングだったら絶対うまいよね、それは。そうか、ちょっと後でググってみますわ。セブンイレブンで売ってんだったら手軽に入手できるし、そしてお菓子食べて後日体重計乗って青食べる。そうだね食べ過ぎなければ大丈夫、そんな感じ。うんうん、あざます、ちょっとチェックしとくわ。リンツのアイスチョコドリンク美味しいからおすすめ。リンツもドリンク出てるんだ。最近ね、なんかゴディバがさ、店舗でアイスとかドリンクとか出してるけど、リンツでもやってんのね。絶対美味しいよね、チョコレート屋さんのチョコレートドリンクとか。美味しくないわけがない、絶対美味しい。多分お高いでしょうけど、リンツのお店か、あるかな、ちょっと探したらありそうだな。ゴディバはね、多分職場の近く、ちょっと歩いたところにあった気がするんだけど、
リンツもありそうだな。最近美味しいなと思ってるチョコレートメーカーさんですね、リンツは。ちょっとあまり知らなかったんですけど、ちょっといただき物を食べたとき、あ、何これ美味しいじゃんと思って。最近よくいただくんですね。ゴディバと同じくらいの値段だったよな。なるほど。うん、でもなんか高級路線な感じがしました。普通に。あれは美味しい。なんか、なんかでもらったり、旦那がもらってきたり。なんかね、一時期、すごいリンツのチョコレートがいっぱいある時期があったんだよな。食べちゃったけど。普通に食べちゃったけど。なんかアマゾンでもリンツのチョコレート売っててさ、あー売ってると思って買おうかなと思ったけど、意外とお高いからちょっとまあいっかと思って結局自宅用には買わなかったけど、やっぱちょっとね、ちょっとしたなんかお土産というか手土産的なちょっとしたお礼とかにちょうどいい感じよね。ボーレカッパさん、子供の頃ばあちゃんの家で食べて以来ファンです。リスカのチョコボ、そうなんだ。リスカは知らんぞ。でもちょっと後でググってみる。ルーデウさん、カリネコさんだぷー。そうだぷー、そうなんだぷー。でも2時間目ですけど耳は出てません。カセちゃんのキノコが痛いだぷー。いらっしゃいぷー。2時間目だけどイヤリング出ないぷー。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。のんびりのんびり星墓でまったりやってます。いたたたた、チャビーさんのバナナが痛いだぷー。優しくしてくれだぷー。皆さんの好きなチョコレートは何ですかになってますね、今。最近美味しいなと思ったのは、そのリンツのチョコレートです。商人から仮にへ転職してません。仮の姿です、これは。だって貿易ができないから貿易が復活したら貿易するよ。ヒットカット、ああ、間違いねえ。そうそう、キットカットね、いろんな、ご当地味とかあるじゃん。の小さいやつが詰め込まれている、なんか、いろいろ食べれるセットをいただいたんですよ。なんかね、わさび味が入ってたり、もみじまんじゅう味とかもあったな。瀬戸内レモンとか美味しかった。なんかいろんなご当地キットカットがいろいろ入ってるセットいただいて、まだ食べきれてないんですけど、ちょっとずつ楽しんでます。狩りの姿、そうそうそう、狩りの姿ですね。狩りの姿は狩りの姿です。他に好きなチョコは、他社とタケノコの里、あー、タケノコ派。はい、私もタケノコ派です。もうキノコ、タケノコ論争はね、戦争が起きるからやっちゃダメって言うけど、私は断然タケノコ派ですね。ティムタム。ティムタムも美味しい。なんだって？それは知らんぞ。ティムタム。ティムタム。初めて聞きました。ティムタム。海外のチョコレートを扱っていそうなお店で売ってそうなチョコだな。チョコパイも好き。間違いねえ。間違いねえ。チョコパイは絶対や。絶対や。結局は小麦とチョコの比率なのよね。まあ確かにな。確かに。いや、チョコパイはうまい。確かに。
あれ、本当にあれ、開発した人天才。ありがとう。ありがとう、ロッテ。あれ、本当うまいよね。幸せの味ですよ。アポロチョコ。アポロチョコって今でも売ってる？あの三角の。あれ、かわいいよね。見た目もかわいいしね。ホームパイのチョココーティングしたやつとかおすすめ。え、ホームパイまでコーティングしてあるの？まあ、ホームパイは普通に美味しいけどね。あれのチョコもあるんだ。すごいな。あ、なに？今一瞬死にかけた。大丈夫か？ああ、なになになに？危ない危ない危ない。なになに？何事何事？何が起こっている？何が起こっている？何が起こっている？ちょ。ブラックサンダー、ブラックサンダー間違いない。ブラックサンダー美味しい。あれはもう、コスパのいいやつですね。ありますぜ。ああ、ホームパイ？見たことないな。私はメルティーキッスのお抹茶味感激した。あー、冬のキスはだっけ、雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにねの抹茶味。食べたことない食べたことない。メルティーキッスはでも美味しい。抹茶味は食べたことないけど、あれ美味しいよね。本当に雪のような口どけです。チョコメリーゼは見つけたらある分買っちゃう。チョコメリーゼ。めっちゃ覚えとる。タカコすげえ。変度やー。褒められたぷ。抹茶味とか、いちご味とか、味がついたチョコは食べれない。あとホワイトチョコ。ホワイトチョコもダメか。ホワイトチョコでもダメな人はダメだよね。私は好きだけどな。抹茶チョコも、いちごチョコも好きです。でもなんかさ、オレンジと合わせると最強じゃない？チョコレートって。よくオレンジピールに、チョコレートコーティングしてあるやつ。あれも最強だよね。ん、ガッキーはどこだ？どこにいるんだ？戻り、ただいま、お帰り。チョコメリーゼはハーベストをチョココーティングしたやつ。ハーベスト、薄いクラッカーみたいな、クッキーみたいな、あれよね。ハーベストはうまい。あれのチョコレートコーティング。絶対うまいね。チョコはチョコのままがいい。それはそれで楽しむ。のもいいけどさ、チョコパイはうまいよな。いちごじゃないの？え？いちご？あ、あれは六花亭だっけ？北海道のさ、ドライいちごを中に閉じ込めた六花亭だっけ？名前違ったらごめん。なんかそんなような名前のホワイトチョコレートの中にドライイチゴ入ってるやつ。あれはよくお土産でいただく。そうそう、あのハーベストのチョコ。ハーベストは絶対うまいから、そのチョココーティングも絶対うまいやつだ。それ絶対うまいやつ。ビターチョコいきましょう。あ、ビターね。でもさ、チョコレート最近、なんだっけ。カカオ成分 70% とか、よくああいう、あるじゃん。健康食としても売られてるよね。チョコを口の中で溶かしながら、ブラックコーヒーで流し込む。あ、絶対それ、うまいやつ。そう、チョコとコーヒーは合うんだぷー。普通にさ、何？スタバとか行くとあるじゃん。なんかチョコレート、ホワイトチョコとか入れてるやつとか。
あれ美味しいよね。なんだっけ、ホワイトなんちゃら。私よくあのホワイトチョコが入ってるコーヒーたまに飲むんですけど、甘いやつ。あ、もう今日激疲れたってなった時に、オフィスに戻る前にスタバに寄ってそれを買ってから戻るんですけど、あれは本当に何度救われたことか。チョコ単体のチョコなら森永のカレードショコラが一番の高品質でうまい。カレードショコラ？知らんぞ。カレードショコラ？あ？純度の高いブラックストーンってなんか出たけど、なんだこれ？なんだ？なんだ？なんだ？こんにちにゃん。ガムタビさんいらっしゃい。来ていただいてありがとうにゃん。星墓2時間目ですけど、耳はありません。あ、なんか修理しろって出てる。修理しなきゃ。修理。あれ？違う。修理。超強力バフアイテム？あれバフだっけ？バフアイテム？あ、純度の高いなんとか？そうか。え、それって何？そんな黒い猫さんが出しましたみたいなテロップ出すようなあれですか？期待させてがっかりさせる作戦？そんなテロップ出すほどのものか。タカコさんもついに占領戦いかねえわ。期間制だから使わないと消える。え、マジで？すぐ使わないとダメ？え、そんな、え、ちょ、やめて。やめて、ちょっとやめて。どれ、どこに入って。少ない？あった。29日23時間。まだ全然大丈夫じゃん。明日使おう、明日。え、攻撃力が上がるとか。え、じゃあ、ハイモリとかいけっかな。30日ぐらい。そうだね。29日って書いてあったから。ちょうど30日ですね。明日使いましょう。でも焦って使わなくても大丈夫。明日でいいや。私は何度期限切れさせたことか。ということは何度も出してるってこと？それがすごいよな。そんなに出せるか？あれ？あ、消えちゃった。消えちゃった。柱が消えたよ。すぐ復活するかプー？何上がるやつだろう。攻撃速度プラス50&炎症速度。あ、大したことなかった。なんだ。てっきり攻撃力とか上がるのかと思ったら、攻撃速度かい。わざと期限切れさせて記念品として取っておいてあります。マニアがいる。まあ基本、バフかけないからどうでもいいんだけど、まあまあ、自分と同じやつだ。あ、チャビさんも持ってる。そうか。攻撃速度だったら別にいらんくね？こちら。あれ？復活しないな。近くに違うあったり、微妙だからまだ使ってる。確かに微妙だな。これ違うな。あれ、この辺はもう違うのか。これ絶望こちら。攻撃速度は闇200で間に合うからな。攻撃速度ね。
に嬉しいか？嬉しいのか？知らんけど。こうやってうろうろしてたら元の場所に帰れなくなる。でもバフがあと15分ぐらいあるだ。これは絶望の橋。違うね。ソフトキャップがかかってる狩場なら攻撃速度上昇は多少は有効。ほほう。エルビアとか？そうかな。そうか。なんか、よくわからんだっぷ。まあでも、早くなるのはいいことだ。知らんけど。あ、そろそろ。あ、復活してる。はい、かーい。あ、出てこい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 。追求の皿。あ、出てこい、出てこい。まあ、明日使いましょう。なんか攻撃力アップとかだったら、ハイモリいっちゃおうかなって一瞬思ったけど、速度上昇だから別にいっか。明日ここで使おう。しばらく星墓飽きるまでやります。ここちょっと黒石いっぱい出るし、カプラスも出るし、クロマ力推奨も出るので割といいじゃんって思ってます。で、うろうろしなくてもね、敵が向こうからやってくるので楽ちんだぷ。そうです、すでにハイモリいけるステダップ。いやいやいや、ですよね。いや、ですよね、じゃねえわ。無理無理無理。でもハイモリってなんかギミックがあるんでしょ？確か前なんか配信で一回行ってだいぶズタボロにやられた記憶があるので、ちょっとトラウマなんですよね、あそこは。なんか緑色のやつがどうたらこうたらとか、そんなんだったような、もう忘れちまったぷ。ギミックっていうギミックはない気が。ギミックなんて大嫌いだ。なんで？なんで？なんか借り方があった気がしたんだよな。なんかこいつは真っ先に倒さなきゃいけなくってとか、あ、そんなんなかったっけ。忘れちゃったな。ハイモリの借り方なんか教えてもらった気がするんだけど忘れてしまいました。すぐ忘れちゃうからな。あれこれ考えて狩りするのが嫌。そうそう、のんびりまったり何も考えずにやりたいよね。母さん、全部倒せばいいんだよ。そうか、全部倒しちゃえばいいのか。ギミックダンジョンミニゲームは私の敵。そう、ミニゲームは私も苦手です。なんかさ、最終とかやってると突然出てくるミニゲーム、あれほんとやめてほしいと思って一時期オフにしてたんですけど、あ、でもミニゲーム成功すると意外と美味しいからな。なんかでもやりたくない時はオフにしてる。割とオフにしてます。配信の時はオンにしてるけど。ないような、危険度的に真っ先に倒せってのはあると思う。あ、危険度的にか。ギミックではないのか。まあ、借り方なのかな、じゃあ。ギミック的なのはないのか。ミニゲーム成功させて地面から宝箱が20個出たことあるの、すごいな。え、何それ。宝箱20個ってすごいな。え、つまり金の鍵20個ってこと？金の鍵20個あるのもすごいけど。
ですです、すごいな、マジか、ガチ勢怖いぞ。不浄のなんとか体とよく出るね。でもアクセ落とさないねこいつ。今日はダメだな、2時間やっても0個な気がする。残念ながら1個ぐらい出るかなと思ったんだけどな。やっぱ4つ出すとか言ってしまったからあれかな、物欲センサーが働いて結果0個になっちまったってことか。くそ畜生。やっと上通常営業に戻った。いや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 、何を言ってんですか、何を言ってんですか。仕方ないぷ。まあそうだね、まあイヤリングは出ないんだぷ。そう簡単にはドロップしない、残念である。いやー出たら叩こうかなと思ったんだけどな、残念だな。ルーデンさん、もはやカリミンとして生きる決意。いや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 、やだよやだよ、カリミンにはならんだぷ。違うんだよ違うんだよ、攻撃ができないから仕方なく勝ってたよ。仕方ないんじゃ、他にやることがないんじゃ。なんかほぼほぼ釣りしてるか伐採してるか、こんな感じ。あと畑の手入れしてるか、こんな感じだよな。釣りしてる時間が一番長いかも。あとは加工放置か。釣り？うん、釣りか加工だね。巻き割りして、伐採して巻き割りして、伐採して巻き割りして。そんな生活してます。釣り、硬質納品して、印象金の鍵に交換して、あ、なるほど。金の鍵は釣りで、あれしてんのか。そうか、私、貿易しちゃうからな、魚。もうバッグいっぱいに魚釣って、遠いところまで運んで、売ってます。最近はもう、ほんと魚貿易しかしてないわ。学校もちょっとはやってますけど、あれはね、もう、労働者がやるもんですからね、箱貿易はね。ついでに、銀の鍵も釣れるんで、それ100個で金の鍵にして、ですが、ですかね。そうそう、銀の鍵はね、私も、狐が交換してくれるやつでしょ？私の金の鍵もほぼほぼ釣りで釣った銀の鍵を交換したやつ。あんまりたくさんはない。あれもう5時じゃん、早いな。休みの日ってなんでこんなにあっという間に時間が過ぎてしまうんだ。もう5時か。今夜はねトマト鍋しようと思ってるんだ。トマト缶でコンソメ入れて。タクリューさん、ギョギョギョ？どうした？カッパさん、金なら1枚、銀なら5。クエクエクエチョコボール。チョコボールは今でも売ってるよね。チョコボールは売ってるよね。銀なら1枚、銀なら5枚。今でもあんのかな、そのおもちゃの缶詰。何が入ってんだろうね、あれ。
中身が気になるけど、なんか男の子用とか女の子用とかあったけど、あれ今でもあんのかな。なんか男の子用女の子用って今の時代あんまりよろしくないとかいう人たちがいて、性別関係なくなったとか、そんな話を聞いたような聞かなかったような。お疲れ様でした、福龍さん。お疲れ様。チョコボールのキャラメルは歯の詰め物取れるの注意確かに私もキャラメルで詰め物取れたことある。どうなんだろう、おもちゃどうなんだろうね。でも性別で分けるのはあるわよね。なんかあるよね、男の子用と女の子用で。だって男の子にリカちゃん人形当たっても困るよね。まあ、リカちゃん人形じゃないだろうけど、なんかね、女の子用の可愛らしいキャラクターのものが男の子に当たっても、あとなんかロボット的なやつが女の子もらっても なんかなーってなっちゃうし、女子がガンダムの合体パーツもらってもね、ねえ、女の子がもらってもね。でもなんかさ、最近そういうのうるさいじゃん、男の子よ女の子よみたいな、よくないとか言う人が絶対いるんよな。だったらね、別に自分の好きな方をもらったらいいじゃんね。男の子でも女の子用もらっていいし、女の子でも男の子用が欲しい子は男の子用もらえばいいし、選べるならね、別にいいんじゃないか。最近気にしすぎだよ、いろいろと。本当だよね、昭和の時代に戻ろうぜ。自分の人生うまくいってないことを性別のせいにしている勢がいるのでしょう。それは絶対いるよね。性別のせいにしちゃいかんだぷ。男だって女だって幸せな人は幸せだし、不幸な人は不幸なんだぷ。どっちもどっちやで。多様性多様性って言うけど、男らしくっていうのも立派な考え方の一つ。そうだ、いいこと言った。そうだそうだ。そう、女らしくっていうのも考え方の一つ。それを否定するのはどうなんって思うよね。まあそういうことだね。そういうことよね。女性らしくありたいと思うのは別にその人の自由だからな。男性らしくありたいとかね。多様性って何なんっていつも思う。みんな違ってみんないいってことなんだぷ。それを人に強要しちゃいかん。もう人に強要する勢が声がでかいんよな。赤子らしく迷子の多様性を本人が否定してますどういうことだいや、迷子じゃない、迷子にはなってないぷ。迷子になってないぷ。ここは皿だからな。向こうからやってきてくれるので迷子になりようがないんですわ。サンドさん、なんかいいこと言ってるな。え、変どや。そうだよ、みんな違ってみんないいんだよ。賛否両論あっていいじゃねえか。そうだよ、そうだそうだ。平和いかんよ。みんな違ってみんないいんだ。ね、相手を否定するから争いが起きるんだ。もっと平和に行こうぜ、ベイベー。
バフはあと3分か。あと3分で終わり？結局、侵食なしか、今回は。まあ、いいんだけど。黒石が欲しくて来たから、別にいいんですけど。別に。あわよくば、侵食出そうなんて別に思ってたけど。別に侵食出ないからって、別にがっかりなんかしてないんだからね。いろいろ気にしすぎるからテレビとかもつまらなくなったよね。そうなんだよね。だから若者のテレビ離れとか深刻だよね。もうテレビのない家とかも増えてきてるでしょう。ね、なんか。テレビが必要なくなっちまった、そんな時代が来るなんて、昭和の頃は夢にも思わなかったよね。あの頃は本当にテレビがないと生きていけないって思ってたもんな。マジで。まさかこんなテレビ離れなんていう言葉が出てくるとは。昭和の人には想像もつかなかったね。どの頃？ん？昭和の頃？昭和の頃ってだってさ、ねえ、子供の頃だって学校に行ったら昨日のテレビの話題ばっかりだったじゃん。あれ見た？って。昨日見たアニメの話とかさ。見てないと話についていかなくなっちゃうとかあったじゃん、そういうの。確かにみんな見てた。昨日のスマスマ見た？見てないわけないよねみたいなさ、そんな子供の頃当たり前だったもんな。テレビを見てるのがまさか、そんなねテレビを見ない時代が来るとは夢にも思ってませんでしたわ。今はうやむやにしてきた問題とかも簡単に出てきちゃうから、そういうのもあってテレビ会社の信用が薄れてきてるってのもありそう。テレビ会社か。まあ大変だよな。絶対なんかクレームつけてくる人はいるだろうし、クレーム対応も大変なんだぷー。何言ってんだおめえって思うような話をさ、はいはいそうですねって聞いてあげなきゃいけないから、これはなかなか大変だ。ほんと世の中頭のおかしいやつばっかりだって思う。まあでもそういうクレームつける人がいるからね、なんか言われないようにいろいろ対策しちゃうから結局つまんなくなっちゃうんだよな。なんかさ、まあ文句言うのはいいですけど、クレーム言うんだったら自分の身元をはっきり明かせって思うよね。絶対そういう人名乗んないし。で、何県何市の誰それさんがこういう風に言ったのでこの番組は終わりますってはっきり言ったらいいんだ。あの人のせいでこの番組が終わります。ありがとうございました。で、発表しちゃえばいいんだよね。それぐらいの覚悟でクレームをつけろって思う。
この前クレーム入って夜中の除夜の鐘休止したって話聞いてドン引き。え、マジで？除夜の鐘にもクレームつけるやついるんだ。どこのドイツだい？何県何市の誰さんだい？その人のせいで中止にしましたってはっきり発表したらいいんだ。そうだそうだ、除夜の鐘がうるさいってね。すごいね。で、子供の声がうるさいから公園閉鎖とかもさ、あそこの家のあの人がうるさいと言っているので閉鎖しましたってちゃんと情報公開した方がいいよ。クレームつける方はちゃんと公開しますけどいいですかって言って、自分のせいで変わったよっていうのを公開される覚悟で言ってほしいわ。公園で子供うるさいってクレームあっただけで公園なくなる世界。そうなんだよね。わっ、ね、何県何市のファミニストで X が何々さんが性差別と言い出しまして競技をする仕事が増えましたので番組の内容を変更します。そうそうそうでやろう。うん、そうだよ。それぐらいやった方がいいよ。さて、時間が来ましたのでバフが切れたので終わる。この時間はこの時間も耳なし、残念だぷ。で、黒魔力水晶は18個。あ、黒石119個。あれ？途中でボスとか言ってたからか？かな？ 119 個。あ、でも、防具は131個。でした。あと、カプラスが26個で、粉が4個だぷ。2時間も買ったら疲れたぷ。ということで、今日はこの辺で終わりにしよう。夜は気が向いたらやるかな。気が向いたらやるぷ。いや、どうしようかな。あれ、結局この時間1枚もクーポン配れなかった。残念である。どうしよう、今月クーポン配りきれんかもしれん。まあ、夜やったら誰かくれっていう人いるかな。まあ、いっか。配りきれんかったら、その時はその時だ。マジか。生きにくい世の中になったもんね。ほんとだよね。ボレカッパさん、お疲れ。ありがとぷー。ジオンジーさん、おつねこ、ありねこ。サンドさん、おつねこりーん、ありねこりーん。放浪者さん、おつねこ、ありねこ。チャビーさん、おつねこ、ありねこ。まさきさん、お疲れさん。みんなまたね。ありがとうございました。ということで、もしかしたら今夜気が向いたらやるかもしれないし、やんなかったら、明日の昼、また、お会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたねー。ありがとうぷー。